今してどこにいるかっていうと、タイのバンコクにいます。本日日付が2017年平成29年の1月の30日月曜日です。で、今私はどこにいるかというとね、スクイピットの大通りが後ろにあるんですが、そこの通りの、ソイの22にいます。ソイの22、BTS の高架電車走ってるんですけどね、こちらに来られたことある方とかだったら分かると思うんですけど、もしくはこれから来られる方、この BTS のプロンポン駅で向こう、ここから5分ぐらい、アショークの駅もね、だいたいここから5分ぐらいです、あります。で、そこの間にあるプロンポンとアショークの駅の間にある通りがそういうの22です。ホリデーインってホテルがあって、その奥が、昔インペリアンクイーンズパークだった、ホテルね、今アメリカ系 あのホテルになったんですけどね、あります。で、自分が泊まってるホテルはマーベルホテルってホテルなんで、ちょっと奥にあるんですけど、これからこの通りを歩いていきます。そういうの22に関してはね、結構、いかがわしい、とこもあったりするんでね、こういう感じです。見てください。まあこういうところは、まあ、普通のところはバーですかね。まあバーで飲むのも面白いです。今からちょっと進んでいきます。マッサージ屋なんかもね、結構怪しいマッサージもあったりしたりとか、奥に進むとね、結構そのいかがわしいとこもあるんでね、いいですけど、この辺りも、飲むところとしてはね、いいと思います。まあホリデーインがあって、ホテルがいくつかこうあるんで、そこの通り沿いにいっぱい、まあ発達してきてるわけですけど、普通のマッサージ屋さんなんかもね、結構あります。そこは普通のマッサージです。大体女の子を見てみて、すごく肌を露出する格好をしてるとかね、そういうのだとやっぱちょっと怪しかったりするわけです。この怪しいネオンとかあります。まあこういう飲み屋で例えば行ってですね、仲良くなってそのままお持ち帰りってこともあるんですけど、まあ基本的に自分は女の子を買うってことはしないんで、だけど一応こういう社会をね、皆さんに知らせるために私は撮影させていただいてお伝えしてるんですよね。 JW マッサージということで、ちょっとこれ怪しいですね。まあでも大丈夫かな。で、まあここら辺結構バーがあるんでね、普通に飲むだけでも面白い、今日面白い。人が結構多いね。おう、ヌードマッサージ怪しいね、これ。いらっしゃいませこんばんは。こんな感じでね、日本人が結構ね、日本語話せる子が多いです、はい、結構誘ってきますね。で、あと普通のレストランなんかもね、こんな感じにあるんで、レストランで食事することもできます。サブウェイなんかも結構そこまでやってるんでね、サブウェイ結構このタイにサブウェイってあるんですよ。で、銀行両替所がそこにあります。そっちがね、そこで両替できるし、クレジットカード持ってればクレジットカードのね、キャッシングができるわけです、そこね。まあこんな感じ。で、そっち側見るとね、結構お店があります。今まあ昼間とかな、昼間空いてるの今閉まっちゃってるかな。そこのバーみたいなのもある。普通にバーで飲むことできる。で、これはホテルか、まあホテルがいくつかで、ファミリーマートあります。まあ何か食べたいものがあればね、24時間やってるんで、ここで買うことができるんです。で、これはバーか、バー&レストランということで、食事したりとか、飲んだりできます。で、そっち側見るとね、まあいろんなマッサージ屋さんあるんですけどね、ホリディリラックス、ここら辺は全部純粋なマッサージですね。格好見ると大体わかるんですけど、まあ中には本番をねしようっていう風に誘ってくるマッサージ師もいるかもしれないですけどこんな感じで、ここがね、22入ったとこ、まあここら辺にいる子たちは結構持ち帰りのところなんですね、ここは普通のマッサージ屋さんです。
で、ここです、ここの飲み屋ね、まあ、ちょっと怪しいピンクになってると思うんですけど、ここのところは、血を誘ってきたりしますね。麻酔飲むだけでもいいんですけどね。まあこんな感じで、マッサージ屋さんはやっぱここら辺ずっと連なってますね。まあ普通のマッサージは全然楽しめるんですよ。